毎度、徹子です。隣国銀行のイチャリオン総裁は、高騰する物価とウォンの価値急落など、隣国経済の厳しい状況は相当な期間持続するとしながらも、物価上昇率が 5% を超えたら、たとえ苦痛を伴ったとしても金利を上げると発表しました。どうとでもなるとやけくそ感が出ているんですが、このままいけば、隣国の大半の企業がゾンビ化することになります。ニュースの詳細。隣国銀行のイチャリオン総裁が7日、物価上昇率が 5% を超えれば、いくつか苦痛が伴っても、金利を引き上げて物価を抑えなければいけないと述べた。李総裁は、物価高やウォン安など、現在の隣国経済状況についても、我々が経験しているこの事態は、相当な期間続きそうだと語った。李総裁は、この日、国会企画財政委員会の国政監査で、来年1、3月期まで、5% 以上の高い物価上昇率が維持されるだろうと述べた。官銀の緊縮が、少なくとも、来年1、3月期までは続くということだ。ただ、物価が落ち着けば、いろいろなことを総合して判断するのが良いと見られるとし、来年下半期以降に、通貨政策の舵を切る可能性も示唆した。李総裁は、10月物価ピーク論については、今も10月がピークだと見ていると、しながらも、あらゆる要件が、物価上昇が 5% からすぐには低下しない方向に動いていると伝えた。今後の物価については、来年1、3月期まで 5% 以上の高い物価上昇率が維持されるが、来年末には 3% 台に下がるだろうと話した。官銀は、8月の修正経済見通しで、来年上半期の物価上昇率を 4.6%、下半期は 2.9% と予想した。7日の国政監査では、物価高、高金利、ウォン安ドル高が重なった隣国経済状況に関する質問が多かった。特に、この日に発表された8月の経常収支が30億5000万ドルの赤字となり、経済に対する懸念がさらに強まった。8月基準の経常赤字は、世界金融危機だった2008年8月マイナス38億4500万ドル以来。李総裁は、経常収支は、今年上半期に270億ドルほどの黒字となり、下半期の数ヶ月間、黒字と赤字を行き来しても、年間全体で黒字基調が維持されるのは、統計的にほぼ確実だと述べた。とのことです。あかん。金利を上げれば物価上昇は抑制されるとしても、銀行など金融機関は、今までより高い金利で資金調達しなければなりません。当然、企業への貸し出しにおいても、金利の引き上げを行います。そうすると、企業は資金を借りにくくなるので、首が回らなくなる企業が出てきます。隣国は、元利払いが利益で賄えない企業、ゾンビ企業が多く、全上場企業に占める割合も、18% と5社中1社は、すでにゾンビ化しています。この割合は、なんと日本の 5.5 倍です。利上げは、この状況に拍車をかけることになるので、隣国の中央銀行が一体何パーセント金利を上げるのかが注目の的となっています。現在、隣国の基準金利は 2.50% で、米国の政策金利が 3.0 から 3.25% です。上限では 0.75% の差がついています。隣国は超インフレなので、ウォン安を食い止めるためにも、金利をさらに上げざるを得ません。イチャリオン総裁は、年内の後に回の利上げタイミングについて、0.25% ずつが望ましいとしていたのですが、米国 FOMC で、ジャイアントステップ 0.75% の利上げが決まったので、悠長なことを言っていられなくなりました。そのため、12日の隣国金融通貨委員会では、相当な痛みが伴うことを覚悟した上で、0.50% のビッグステップを踏むだろうという見方が強まっているんです。行く先は地獄しか見えないので、国民には絶望感が広がっています。ちなみに、12日の金融通貨委員会で、金利を 0.25% 以上引き上げた場合、大企業の半分以上がゾンビ企業になるというデータがあります。ここで、ちょっと記事をご紹介しますね。今月、隣国銀行の基準金利が 0.25% 以上上昇した場合、
国内大企業の半分が営業利益で利子費用に耐えられない限界企業になるものと分析され、財界の懸念が高まっている。肝心が今月金利引き上げをビッグステップに移行する場合、大企業の 60% が金利脆弱企業に含まれるものと把握された。3日経済界によると、全国経済人連合会全経連がモノリサーチに依頼し、大企業のうち製造業を営む企業100社を対象に資金事情を調査した結果、営業利益で利子費用に耐えられる基準金利の敷地は平均 2.6% だった。全経連は現在の基準金利が 2.5% なので、1回だけ基準金利を引き上げても相当数の企業が流動性の圧迫にさらされる状況と説明した。基準金利敷地別企業比重を具体的に見ると、2.0% 以下、25.0%、2.25%、12.0% で、企業10社中3社以上、37.0% は、すでに、現在の基準金利 2.5% でも、営業利益で利子費用を負担しにくいことが分かった。続いて、2.5%、13.0%、2.75%、9.0%、3.0%、27.0% などの順であった。全経連は、今月、官銀金融通貨委員会が、基準金利を 0.25% 引き上げ、基準金利が 2.75% になる場合、大企業10社のうち5社、50.0% は、脆弱企業になると把握した。また、ビッグステップで、基準金利が 3.0% になれば、脆弱企業数は、約6社 59.0% に増えると推定したとのことです。企業は基準金利が今年末には 3.0% まで上がり、来年は 3.4% まで上がると見込んでいます。隣国企業の資金事情は昨年同期に比べて悪化しているので、年末になるほど状況はさらに悪化するんじゃないかなって思います。中盤保全経連経済本部長は、韓米金利が逆転した状況で追加金利引き上げが避けられない側面があるが、限界状況に直面した企業が相当数存在するだけに、経済主体の金融防御力を考慮した慎重な金利引き上げが求められる。外国為替市場の安定措置と政策金融の拡大などで、金利引き上げによる企業負担を最小化する必要があると主張していますが、隣国の国庫にはそんな余裕はありません。隣国政府に打つ手はほとんど残されていないんです。今後隣国では物価上昇の抑制をするために金利を上げ、それによって大企業のみならず中小企業や借金まみれの一般国民までもがゾンビ化するというとんでもない負のスパイラルが始まります。年越しができず経済終了になる可能性すらあります。おそらく年末が近づくにつれて、日本に対しスワップを締結しろなどと上から目線で金の無心をしてくるはずなので、ガン無視で年越しをしたいですね。こちらがお隣さんの反応です。今月 0.5% ではなく 1% 引き上げなければならない。企業のために利上げをしなければ物価を抑えることができず、米ドルが流出すればさらに国民が苦しむことになる。今まで投資しないで社内留保金だけ増やしておいて、今さら泣き言を言うのか。それが企業なのか。そんな企業に税金が入るのは許せない。内部留保だけ増やしておいて、今さらあんな泣き言を言っても誰も擁護しない。苦しくても基準金利 5% を超えてこそ物価が安定する。大企業は積んでおいたお金がたくさんあるじゃん。その程度の利上げに耐えられなければ滅びるべきだ。隣国銀行は基準金利を 7% 引き上げ、ゾンビ企業、ゾンビ人間はみんな退出させろ。そうしてこそ隣国経済が堅実になる。 0.25% だなんて、最低でも 0.75% は上げなくちゃ。これまでバブルで成長した企業は代価を払わないといけない。気になるのが一度に何%まで上げられるんだ。早く利上げをしないとみんな地獄に落ちてしまう。大企業でこのくらいなら中小企業はほとんどが倒産するだろう。庶民に物価上昇の負担を押し付けるのはやめてください。米国の金利がさらに上がれば
どのみち国が滅びるんだから、0.25% の引き上げに耐えられないなら、みんな会社を閉じるべきだ。以上が国民の反応です。国民の間には、諦めのムードが漂っています。隣国の家計債務は、GDP に対して 97% もあり、カードローンもかなり大きいので、値上げによって借金返済地獄に突き落とされる人は多いんじゃないかなって思います。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録をよろしくお願いします。